まあでもね、たまにはこう3人でっていうところでなんですけど、どうですか、あれから曲聴いてます？え、もうずっとスタートオーバーを聴きまくってます。やっぱどう、世代的にやっぱこうなんか来るものがある？え、もうなんか、あ、私アップテンポの曲が結構好きなんですよ。それでもうなんかそれに加えてあの曲調、もうめっちゃ好きで、もうカラオケで2回歌いました。素晴らしい。もう素晴らしいですね。完璧にもこっち来てますね。うん、歌いましたよ。人からね。すげえ。でも、まあ、少しでも興味を持ってもらえたのはある意味成果が出たと思う。いうとこだとは思うんだけど、あのまあ今日はね、ここにまあちょっと置いてあるんですけど。お前そういう買い方したのね。そういう買い方。あのこれ CD、はい、スタートオーバーの CD なんですけど、はいはいはい、あのシングルが1枚出るたびに、はい、あの4タイプ、4タイプ、4タイプもあるんですか？4タイプってどういうこと？4種類 CD がこう、これタイプ A、 すごい、これタイプ B、タイプ B です。で、これがタイプ C で、で、これがタイプ D です。え、中身の CD は一緒ってことですか？違う。違うんですか？で、それプラス中についてる特典映像というのも違うんです。映像もあるんですか？映像も。映像も。CD。そうそうそう。え、すごい。これをワンセットと見てるね。あ、で、これにこの前あの私した通常版で、計5タイプ出るんですよ。で、何が違うかっていうと、スタートオーバーは全部に入ってる。あ、はいはい。で、静寂の暴力も全部に入ってる。はいはい。で、もう一曲バラバラなの。バラバラなんですか、全部？一曲ずつ違う。え、一曲ずつ違うんですか？だ、全部違う。だから入ってる曲がっていうアコギな商売をしてるっていう。怒られそう。それは買いたくなっちゃいますよね。そうそうそう。で、まあ、特定映像も1時間ぐらい、1本、はい、1時間ね、1時間ぐらい特定映像がそれぞれにバラバラ違うのが入ってるから、それも違うんですね。だそれ見るだけで4時間かかっちゃう。いや、確かに。俺だから買った日夜中の12時ぐらいまで見てるもんね。帰ってきて夜こう1本見て、いいね、2本目いいね。気づいたら、おお、てっぺん超えてるわ。よくあるんだけど、まあそういう意味で、で、これには実はその生写真っていうのが入ってるんですよ。生写真、写真が入ってる、メンバーの。で、これはランダムですね。ランダム、だ、誰が出るかは分からない。で、今日はそれをやってもらおう。いいんですか？いいんですか？そうそうそう。あの、過去にカリアさんとか、はい、前任のアユリーとかもやってたんで。あ、そうなんですね。そうそう。なので、まあ2人もやってもらったから、今回初めてなので、じゃあやってもらおうかなというところなので、はい、やってもらいます。頑張ります。はい、頑張る必要はないんだけど。頑張って。じゃあタイプ A から開けてもらえますか？わかりました。はい、これがタイプ A ですね。そうですね。画面に見せてもらいながら、ちょっとじゃあ、これがタイプ A で、はい、はい、かりんちゃんかな。あ、そうなんだ。え、かわ、すごい、かわいい。かっこいいですよね。かっこいい。え、これ渋谷じゃないですか？そうなんですよ。ですよね。109がね、後ろに映って。ですよね。そうだ、今回のシングルって渋谷がまず一つそのデザインの中に入ってるんですけど、もともと欅坂ってデビューが渋谷なんですよ。あ、そうなんですか？そう、渋谷のあの今ビルが建ってしまってる、その工事現場で撮られたミュージックビデオがサイレントマジョリティというところで、渋谷からスタートしたアイドルグループって言われてたんで、桜になって初めてかな、渋谷でちゃんとがっつりやるのはね。なのでデザインもかっこよく渋谷を入れてというところで、じゃあ開けてみましょうか。開けて、これこれどうやって開けてみる。いや、もうそこから楽しんでください。あのね、どっかね、出てるはずですよ。すごい、今時の CD でこんな持ってるんですか？最後に CD 買ったらいつ？もう長らくですね。いや、もうだって中学校ぐらいに買ったのが最後そうだよぐらいですね。もうなんか携帯で聴けちゃうから、うん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 、CD を買うっていうあれがなくなっちゃって。そうだよね。よいしょ。で、開け方としては、はい、普通に開けてもらって、一番裏まで開けちゃうと生写真見えちゃう。ああ、なるほど。そこだけ気をつけて。そういうのありますよね。じゃあ、ここ開けて大丈夫ですね。そこ開けて大丈夫です。ちょっ
CD の開け方いいですよ、いいですよ。あの毎回だいたい初めて久しぶりでこうなるもん、なりますね。でもバキとかいきそうで怖い。これは開けても大丈夫ですね。そこは大丈夫、そこは大丈夫。じゃん、え、かわいい CD、ピンク。ピンク。私の好きなピンクだ。ね、ピンクは好きなんだ。ピンク好きなんですよ。じゃあ今回のジャケット結構色合い好きですね。そうなんです、めっちゃ可愛いと思って。そうですね。あ、じゃあこれ開けたらいるんですね。この、これをペロッとやるといる。あ、え、これもういつっていいんですか。いっちゃっていいです。ちょっとここ引っ掛けて買ってあげる。あ、ここか。そうそうそう。いきまーす。はい、はい、せーの、じゃーん。え、誰だ、かわいい。え、こんななんだ。お、大沼、大沼あきこ、あきこ、これあきほさん、あきほさん、うん、え、かわいい、かわいい。こちゃんとスリーブに入ってるんですねなんて良心的なあのカメラに寄ってあの見せてもらって。え、はいはいはい、これじゃあの制服ですね。そうですね、はい、これはあの、うん、なんだろう、シングルごとにこう、うんうん、アーシャーが取られ直すんですけど、それの衣装、ね、ですね。すっごくかわいい。なんでこんなかわいいんだろう。ちょっと並びたくないな。ちょっと並びたくないかも。かわいすぎて。いやいやいや。かわいい。いいです。CD にこういう特典入ってると。そうです。これが実は一番の楽しみです。楽しみです。シングルを買う楽しみの一番ここ。あ、そうなんだ。ここがピーク。ピーク。スリーブに入ってるのがびっくり。あ、やっぱそういうところなんだね。うん、俺ら当たり前だからあんまり感じたことなかった。だから私最初やっぱ指紋つくかなと思って生写真って聞いたからちょっと汗拭いてたんですけど。すごい。いや、これなんか3度ぐらい楽しめますもんね。そうなんです。で、これあの、まあ、中開けてもらって、はい、ここのこれがあるじゃないですか、はいはいはい、これも前全部違うのでタイプが。そうなんですか。あのその写真とかが違ったりとか映ってるメンバー違ったりとかするので、あ、これはね、見せちゃダメなやつ。これ一番ダメなやつ。これが、これはお前が死守しないやつ。あの、あ、これが、はいはい、握手券になるんですよ。あ、握手券、あ、握手会とかあるんですね。オンラインの今握手会がやってて、今オンラインでネット上で1枚あたり8秒ぐらいかな、10秒ないぐらい、こう直接1対1で会話ができるっていう。素晴らしい。なんだそれ、かわいい。そりゃ買うよね。そういうのあったら買っちゃうな。そういう風に写真がね、すごい。このアートワークって言われるこういうね、デザインをされる方たちの努力がここに詰まってるんです。え、だってなんかもう絵みたいですもん。そうそう、今回ね AI で作ってるんですよ。 AI なんですか、うん、写真と動画を撮って、はい、それをプログラムに入れてリッツ像を作って、その仮想空間の中にキャラクターを置いて写真に作り上げるみたいな技術をやってて、最先端らしくて、ね、それ聞いた時に何言ってんだこの写真。すごすぎて分かんない。じゃあ次、次、よし、もう開け方覚えた。あ、それ D だ。これ D、うん、B、 B がこっちか。で、 B が多分ファンは一番期待してます。え、そうなんですか。あの、これ今座ってたじゃないですか、はい、で、B はよりなんですよ。あー、いいねー。よりね、いいお顔、顔のもう一番顔全面の写真なので。いや、それはオタク喜びますね。だから B はやたらと売れる。あー、そうなんですね。まだまだジャケ写も違って。そうですね、4人になってる。うん、今度は、フロントの、うんうん、かりんちゃんが今回センターで、フロントの4人、はい、田村さん、山崎さん、森田さん、森谷さん。だから、あなたの推しの2人がここに。やば、私の大好きなセットじゃないですか、それ。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。じゃあ開けちゃいますね。はい、開けてください。ここが難しいんで。あ、もう慣れた。あ、いけた。よし、よいしょ、はい。あ、今度はなんか紫、青っぽい、うんうん、デザインがまた少しずつ違って、ね。え、じゃあもう行っちゃっていいんですか。バンバン行きましょう。バンバン行きまーす、はい、じゃん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 。おー、よりだ。リコちゃん出た。かわいい。めちゃくちゃ可愛い子で、なんか若くないですか。若いです、ね、18
18か、今年。年下だ。そうだね、1個下ですね。1個下だ。1個下ですね。3期生です。本当に並べたくないな、本当にもう。かわいい、ボブかわいいな。ボブが似合う顔に生まれたかった。そうなんだ。似合わないんですよね。そうなんだ。めっちゃ似合わないんですよ。これ制服、3期生だから違うのか。そう、衣装が違うんです。そうです。かわいい。リコちゃんか、いいですね。いい笑顔だ。そう、あの赤ちゃんって言われてますね。赤ちゃん、わかるかも。赤ちゃんみたい。赤ちゃん見あるかも。かわいい。年下だ。もう年下はやばい。いいですね。やばい、かわいいな。赤ちゃんだな、確かに。で、なんか、もっちってしてそう。そう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 。でもこれが本当多分3年とか4年経って、こう中心メンバーになってくると、また変わってくるのがまた楽しかったりするんですよね。楽しみですね。どう成長していくのかが、アイドルは一番そこが面白いんで、成長過程が、成長過程を楽しむっていうね、ありますけど。そう、わかる。ずっと見てられる。そう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 。これが推しだったらもうテンション爆上がりですよ。ですよね。スタートオーバーのダンスパフォーマンスみたいな動画見たんですよ。あ、見たんだ、あれ。やばかったんだ。やばかったでしょ。ああ、分かってくれるんだ。よかった。もう本当に。いや、あれだからさ、俺、ダンプラって書いてあるけど、練習じゃなくてガチだよね。あれ、流してないもんね、ダンス。その調子、その調子。あと2枚ですね。次はタイプ C ですね。C、今度は5人ですね。C は中か。これは、これは2列目のメンバー。2列目。かわいい。じゃあ、開けていきます。もう慣れましたよ。もう慣れましたね。うん、遅い。もう今度はサクサク。はい。なんか閉じちゃったな。はまっちゃったね。はまっちゃった。じゃあ、今度は緑？緑ですね。これだから今回全部タイプでシングルの色違うね。ですね。綺麗、綺麗な。ああ。反射しちゃう。反射しちゃう。伝わらないな。綺麗さがね。ぜひこれは生で。自分で買って。買って見てもらって。買ってください。本当に。貢献してください。本当に。でもなんだろう、発売当日日、うん、夕方には。渋谷の蔦屋からなくなってたらしい。なんか開けてましたもんね、うん、ツイッターで。もう全部売り切れたらしくて在庫が。普通ないよね。ないっす。あんま聞かなかったこれまで。だから今回すげえ売れたんだなと思って。一曲ですもん。だってわかりますもん。ね、さあ行っちゃいます。行きまーす。はい、ほい。お。ほい。ん、これは。中島ゆずきちゃん、かわいい。俺の推しが出た。あげます。あとで、そうだ、俺今日持ってきてるやん。あの、僕が森田当ててるからトレードで。トレード。もう交換成立してた。そう、この子は福岡の子です。福岡の子なんですか。同じ九州だ。九州。あ、ちょっと本当に。かわいい。でもなぜかバラエティー。そんなに可愛いのにバラエティーより。すごい。そう、バラエティーやってるの。バラエティーのノリができる。だ、可愛い。この可愛いですね。この、ん、1期生。これは3期生。3期生なんだ。いくつだ、今年。今年20歳。いや、去年20歳か。今年21。どうでしたっけ。2002年組だから。大阪21だよね。今年21の年だね。そうそうそう。これ言っていいのかわかんないんですけど、うん、あの乃木坂の、うん、なんかアスカちゃんに似てるかも。雰囲気はある。うん、似てる。かわいい。やばい、もうかわいいしか出てこないからな。いいんですよ。それで、それが間違ってないんだから。いや、これは押したくなっちゃうな。そうだね、自分で弾くとね。本当に。だから、あの、カリアさんがいつも渡辺梨沙さん、渡辺梨沙さんって言うけど、うん、渡辺梨沙さんを最初に弾いたんだよね、自分でね。ですね。だから思い入れも強くて、そうなんだ。そう、で、その年に卒業しちゃったから、それが最後のシングルだったんだ。最後のシングルで当てて、出会うタイミングがもうちょっとっていう。もうちょっとね。かわいそうだった。
はい、以上こんな感じで、はい、C は中島ゆずきちゃん、かわいいな。じゃあ最後、はい、これタイプ D、 D、 これも全員、これはね、3期生が全員、3期生、これがさ、あの静寂の暴力とかを踊ってた、はい、あの、あー、そうなんだ。だからこのさっき出た遠藤ちゃんも中島さんも静寂の暴力に出てるんですよこんな可愛い顔してあんなことやってたんですこれは引きですね、全身、あ、引き、うん、全身、いや、いいな、細いんだろうな今のアイドルってみんな細いよね。めっちゃ細い。折れるんじゃないかな。本当ですよね。かっくんちょしたら。本当。かっくんちょって何？何て言うんですか。分かる。そうそうそう。なんかね、ちょっとコンってやったらね、ポキっていきそうだね。あーと言って。うん、それであのダンスするんだもんね。ですよね。骨。スタートオーバーとかようだから人も受けてると思うよ。確かに。あの動いてますもんね。あれすごいよね。本当ですよ。びっくりしました最初。あんなこと平気ですんなよって思っちゃう。じゃあ行きまーす。はい。ちょん。お？これは黄緑？黄色かな。黄色。うん、全部違うのいいですね。今回4色全部違います。いいな。色がね。よし。じゃあ出て行きまーす。はい。行きまーす。はいよ。チャラン。これも3期生です。向井。お、伊藤葉ちゃん。え、この子は最年少。最年少？最年少。おいくつ？遠藤さんよりも1個下なんで、高校2年生。若い。うちの弟と同い年。やっぱ。広島の子ですね。広島。でも背高いんだよね。高いんですか？163ぐらいあるのかな。高い。163もあってこの可愛いお顔してるってことですか。ちょっとやばいな。可愛い。見えるかな。影。ちょっとね、肩下に向けるといいか。お。あ、そうそうそう。何こうやって可愛い子やってるの。あざとさ持ってるよね。ああ、そうなんだ。ノリもいいし。ああ、ノリもいいんだ。うん、すごくこう賑やかしじゃないけど、はいはい。本当ニコニコワイワイやってるタイプ。これから多分バラエティとか結構ね、楽しみ、楽しみですね。かわいい、結構いいバランス。え、ちょっと待って、この空間だけ超なんかもうこれをずっと眺めていたい。本当にかわいい。わーい、贅沢だな。一気にこんなかわいい子4人も拝めるなんてね。これだけじゃなくて、またその握手会の特典もついてるっていう。そうそうそう、握手会。今回はだから直接の握手会も参加ができるように、今回からなって、東京ではあの握手会今年また3年ぶりに開催されるんで、それに応募する子も結構いますね。こんな可愛い子たちと直接会ったら、そっとするよね。無理だもん。俺自分で絶対行こうと思わない。ああ、そうなんですね。俺もう画面越しがちょうどいい。鹿児島からするとさ、旅費がかかるじゃん。バカかかるから。当たってから行くのがめちゃくちゃしんどいのよね。結構すぐなんですか、出てから。もう握手会自体も先に始まってて、あのオンライン握手会はもう先週の日曜日の第1回が行われて、で今週末もまたあって、で次の週がちょうどフランスなので。フランス？あ、フランスでライブがあるんで、桜井さん。あのジャパンエキスポっていうフランスのあるじゃん、サブカルのイベント、あれに呼ばれたので。すごい。あの今回フランス行く予定なんだけど、ちょっと今フランスがちょっと怪しくて、あの今暴動が起きてて、ちょっと結構すごいことになってます。ちょっと今どうなるかが不透明っていうところなんだけど、まあでも行くことにはなったので、の世界の桜坂に今からなろうとしてるところ。どうでした、開けてみて。え、もうめちゃくちゃ楽しいし、めちゃくちゃ可愛い。とりあえず、本当に。確かに。だから、あの生写真だけも売ってるんですよ。え？そう、わざわざ CD 買わなくても、これじゃないけど、タイプの違う生写真が。そうなんですか？
オフィシャルで出てて1枚あたりが200円から安っで1000円で1パックで売ってる1パックが5枚入りで1000円で売ってるってランダムでランダムそれもそうでそれをこうグッズで買ったりとかそういう人もいるんですねでそういう楽しみ方もだからアイドルの楽しみ方ってただ音楽を聴くただ MV を見るだけじゃなくてこういうのもあるしバラエティ番組も出たりもするしっていうのを、まあ、みんな楽しんでるっていうねだから追い出すと本当いろんなものがあるんで私にとってアイドルは未知だからずっとその2次元あ2次元がメインだったそうなんですよ3次元が私あんまよく分からなかったからそれこそこんな4形態あったりとかもうすごいなって思って私 の, そ の, その好きだった子もなんか2次元アイドルみたいな感じで CD 出してたんですけどそれこそ CD はなんかあんめったに出てなかったんですよ昔はなんか何年に1回、はいはいはい、何数年に1回とかだから、ねうん、毎年1枚出してる人が少ないぐらいだよね。そうですね。だからでも結構いや今急に増えてる。そうなんですか。あの実は言うと本当今年は多くて。うん、乃木もですし日向も急に一気に坂道は今はもう間髪入れずに毎月1枚ずつ出してるんですよ。毎月あの坂道さん坂追ってる人は多分毎月今買ってる今月が日向が出て来月乃木坂が出るんで、そうだから坂道を追ってる人からするともう今金欠マックス状態大丈夫ですか。僕はもう桜だけだからあそうなんだそうかそうかそうかもうだからあえて僕桜だけって言ってるのはそういうことこれやっちゃうともう大変なことになる本当に金欠にだってこれで全国ツアーまで行こうとか言い出したらさもうシャレにならないもんだからもうだから桜だけで許してくださいっていう感じで許してくださいもう僕はどっちかというとそのタイプですまあねあのそういうのもまた興味あったらね、うんうんうん、探してみてくださいって感じですね、はい、はい、じゃあちょっと長くなりましたけど終わりにしましょう、はい、ありがとうございましたありがとうございました。